今回宝くじ高額当選したわしが、投資するのは桃たちからのデート企画。最近もしよかったらなんやけど、金券交際を、視野に入れた力道山の孫とのデート、これをぜひしていただけないかなっていう、まあ、あのご提案なんで、はい、いかがでしょうか。私でよかった。はい、今日はですね、中目黒にやってきました。こちらのあゆちゃんというですね、女優さんなんですけども、ちょっと自己紹介と。はい、筒地あゆ子です。女優やってます。前回ね、奥多摩の方で一緒にバーベキューして、はい、でそこでちょっとあゆちゃんにポテンシャルを感じたっていうことで、力選手という、はい、すごく魅力的なね、プロレスラーがいまして、今日頃からは、いろんな、女性の理想像を語ってて、でこれはなかなかあゆみちゃんにぴったりなんじゃないかなと思って、僕もその女性像を語られてから早10年ぐらい経つけども、なかなかその理想の方に出会ったことがないと。だからもう本当そんな感じの話ばっかりしてくるから、今日はぜひ、何も考えずにね、場所だけセッティングしますよ。駅前で2人合流してもらって、で、ちょっといろんな話をしながら力選手に触れてもらおうかな、はい、でもしあゆちゃんが気に入ったら、それはそれでまたお食事でも行ってもらったり、はい、でもしもうちょっともういいなと、もういらないなこれと思ったら、ダッシュで走って逃げてもらったら構わないんで、じゃあちょっと今から行ってきてもらいたいと思います。じゃあ行きましょう。
あったかいですね。はい、昨日まですごい寒かったですもんね。はい。体調崩されたりはしてないですか？大丈夫です。あ、それは良かったです。やっぱり風邪ひかないです。それはいいことで。こういったあの急にあの寒くなってくる時期はもう体調も崩れたくなりますから。自分のこと応援してくださってるんでしたっけ？あ、はい、はい、噂には聞いてて、はい、そう、お会いしてみたいなって。 ありがとうございます。はい、自分みたいなのも どういったところを、そのように、気に入ってくださいました？あ、すごい優しそうだなって。ありがとうございます。人のことをなんか悪く言わないし。あ、悪口は言わないと思います。尊敬します。 ありがとうございます、ね、人のことを悪く言ったりとかあのしても結局あの自分自身もあの悪く言うことによって自分自身も悪くなったりといいますか、まあ、心も悪くなっちゃいますし、自分自身もそういった悪口言う人間なんだって印象を悪くするだけですし、何もいいことないですからね。確かに。それよりはもう知らないとこでも人のいいこといい話をしてた方が、あの誰かが知らないとこであのこういうふうに言ってくれてたって、それがいいことだったら嬉しいじゃないですか。ああ、そういう感じですかね。なるほど。はい、いいですね。ありがとうございます。あれ、もともとプロレスもお好きでいらっしゃいますか？あ、はい、プロレス結構好きで、はい、なんか何回か見に行ったりとか。女子プロレスしか見たことないんですけど。あ、じゃあ男子のプロレスはまだご覧になったことないんですか？はい。ではぜひまたご覧になってみてください。はい、行きたいです。そうですね、まあ、男子のプロレスと女子のプロレスですと、女子プロレスの方々はものすごいあの華麗といいますか、あの試合も見てて美しいと思うんで、それと違って男子の場合はちょっともっと武骨と言いますか、あの、まあ、見てて激しいという分、美しさでは女子に全然かなわないと思うんですけど、その分男子のプロレスにはあの激しさとか強さというものが溢れてると思いますんで、まあ、ぜひ迫力も大きいと思いますんで、機会があったらぜひ。はい、ありますか近々？ですね、自分は近々ですと全日本プロレスさんの試合が何試合か。いつですか？12月ですね。ええー。ちょっと自分も自分の場合特にあのプロレスラーとしては運動神経があのすごいない方ですので、自分の場合も他の選手のように華麗な動きで見せたりとかそういうことできませんので、ただ自分ができることはあの体の強さと精神力の強さで、まあ、どんな激しい攻撃を受けてもあの立ち上がって、どんな大きい相手どんな強い相手にも立ち向かっていく、そういう姿を通じて、まあ、運動神経がない人間でもあの頑張り次第でこんなすごい動きをする人たちにも勝つことができるってところを見せられたらという、そんな感じですかね。自分は本当にプロレスをついて伝えられるところって言ったらかっこよさとかそういうのではなくて、まあその痛みに耐えたりして立ち上がる姿、そういうところだけですね、自分の場合は。すごい。あ、はい。あ、どうぞどうぞ。はい。言わなきゃいけないことがあって。はい、言わなきゃいけないこと。はい、言わなきゃいけないこと。どうぞ。私、はい、毎日腹筋をしていて、はい、えー、私
線が、はい、縦にも横にもすごい、バキバキに割れてるんですよ。すごいかっこいい。それはめちゃめちゃかっこいいと思います。ありがとうございます。やっぱりあのそうですね、昔は女性ってあの鍛えたらあの男みたいにムチムチになっちゃうとか、あのそういうので運動したくないって方多かったんですけど、はい、男性と女性ってホルモンが違うんですよ、うん、女性の場合はテストステロンが男性ほど出てないので、鍛えればそういうあのどちらかといえばあの細くしてしまった体になって、あのそんな男性みたいにゴツゴツになることってないんですよ。だからあの鍛えられるのは素晴らしいことだと思います。はい、なんか割れてきて面白くなってきちゃって。あ、そうです。あのトレーニングの喜びって自分の体がだんだん変わっていくことで、あ、その努力の成果が目に見えて現れてくるんで、それで余計にもっと頑張ろうって気になると思いますんで、それは すごいいいことだと思います。チカラさんも割れてますか？あ、ですね、ちょっと自分の場合は、まあ、絞れば割れるんですが、レスラーの場合はあの、まあ、他の格闘技と違いまして、あのさっきもあの伝えたようにあのダメージに耐えて立ち向かっていくっていうこともあるんですね。あえてもお互い打ち合って、ですからそのから体あの、まあ、筋肉はあるんですが、あのちょっと脂肪が乗っちゃってるんですが、ダメージを防ぐためにあのある程度筋肉の上に脂肪も乗せないとダメっていう部分があるんですね。そうなんです。あのレスラーの場合は筋肉をつければいいだけでなく、筋肉の上に脂肪も乗せることによって相手からの受けた激しい攻撃からのダメージを緩和するっていう部分がありまして、ここはですね、あの上腕三頭筋と言いまして、あのここのあの部分の力って自分プロレスでチョップっていう技を武器にしてるんですが、その時ってあのこっちの上腕の二頭筋よりも三頭筋の方があの威力に関係してるんですよ。ですからここなんか特に念入りに鍛えております。あ、それです、それです。はい、じゃあちょっとお見せしたいものがあるんで行きますね。という感じでした。反復横跳び、はい、それはプロレスの技ですか？プロレスですからいろんなことをしますので、うん、ボールキーパーみたいですね。あ、ですか。できた。これ決めポーズなんですか？あ、決めポーズは近いのはこうですね。うん、いいですね。ありがとうございます。それでお探せいたしました、うん、すごいですね。あ、いい衛生です。ここはないです。今何か、なんか自分に聞いてみたいことなどありますでしょうか？どんな女の人が好きなんですか？そうですね、鍛えてて強くてかっこいい女性。女子プロレスラーさんとか？ああ、好きだったことありますね。かっこいいですもんね。はい、そうです。自分も実はあの、まあ、自分自身もプロレスラーなんですけど、隠れて女子プロレスを見に行ったこともあります。ああ、隠れてないんですか？普通に見に行ってないんですか？普通に見、ちょっと恥ずかしかったりとかしますんで。
まあいろいろ。アイスリボンですか。あ、アイスリボンさんも見に行ったことありますよ。何ですか。ポーズです。他に何か質問ございますか。どこ行くのが好きですか。デートですか。自分はそうですね、一緒にジム行ったりとか。そうです。いいですね。そうですね、一緒にトレーニング行ったりって、昔の彼女とかも一緒にトレーニング行ったりしてましたね。今彼女さんいるんですか。今はおりません。どれぐらいいないんですか。4年間おりません。あ、そうなんですね。からね、そうですね、難しいですよね。過去にはそうですね、まあ好きって言いすぎて相手がドン引きしたこともありますし、はい、え、好きって言ってドン引きされるんですか。あ、あります、されます。付き合っててですか。いや、付き合う前に好き好き言いすぎて。あ、付き合ってる時はもっと好き好き言いますよ。あ、いいですね。もう本当に付き合ってる時はもう彼女にはもう、うざいぐらい、付き合ってる最中でさえちょっとうざいから一気ブロックしとくねとか言われるぐらい好き好き言ってました。 LINE で好き好き言うんですか。あ、はい。あ、直にも言いますよ。付き合ってたらもう直にも多分もう常に好き好き言ってると思います。いいですね。 ありがとうございます。まあそんな感じですから、もうそうですね、かといって自分の場合遊んだりとか全然しないので、どうしても重くなっちゃいますんで、なので4年前に前の彼女と別れてからはもう一切なしです。一切なしです。好きな人もいなかったんですか。あ、好きな人はいましたけど爆死しました。爆死え、どうやって爆死したんですか。まあ好き好き言いすぎて爆死したりとか。なんて言われたんですか。好き好き言いすぎて重いですとか。まあまあまあ実際そうですので。さっきはデートしたらどこって話でしたよね。はい、そうです。デートしたらそうですね。好きなデートプランみたいな。でもジムでトレーニングしたりするの好きなんですけど、はい、あとはまあ普通にご飯食べに行ったり買い物したりとか。あ、結構ショッピングとか行って荷物持ったりするの好きなんですよ。相手の荷物持つんですか、はい、優しいですね。なんかその好きな人が喜んでくれたら嬉しいじゃないですか。はい、だからそうですね、例えば誕生日とかクリスマスとか、はい、喜ぶもん探しに行ったりするのとかすごい楽しかったですし。あ、プレゼントを買いに行くデートってことですか、はい、とかそういうのも。あ、そういう時って自分昔やったことなんですけど、プレゼントをまず最初に相手に好きなプレゼントを聞くんですよ。うん、で最初にデートの時に相手がいきなりもう最初プレゼントを出すじゃないですか。まず相手が欲しがったものをまず先にプレゼントしとくんですよ。あ、うん、でそれとは別に相手が好きそうなものをなんかちょっと聞き出しておいて、でもプレゼントこれするからねってあらかじめ言っとくことによって、うん、もうそれだそれもらえるとそれプレゼントがそれが出てくると思って実際それを出すんですけど、うん、サプライズでもう一個隠しプレゼントが出てきたって感じで、もう一個欲しがりそうなものをプレゼントしたりってことを過去にしたことはあります。素敵。だからそういうのって喜んでくれるじゃないですか。うんうんうん。
だからそういうのがすごい楽しかったなと。あ、それは絶対嬉しいですよね。すごい素敵ですね。単にだから本当に、まあ彼女とかいたとだから当然好きな人が喜んでくることが嬉しかったんですよね。それを片思いの人にもそういうことをやろうとすると思いですってなっちゃうという。そうですね、ちょっとそうかもしれないですよね。だから、まあ、恋愛観で言えば結局恋愛って両思いじゃないとダメなんですよ。確かに。あのどんだけ好きって思ってあの気持ちをぶつけても片思いだと一方通行で喜ばせようと思ったことも単なる一人弱いになってるじゃないですか。だけどそれが両思いの状態だと本当にもうこっちが喜んでほしいってやったことを全て喜んでくれるんで、お互いすごい幸せになるんですね。そうですね、はい、確かに両思いって難しいですよね。そうなんですよ。だからもう実際あの4年間であの前の彼女と別れたのは4年前なんですけど、まあ、その間好きな人にアタックして、まあ、思いですって大爆死とかもしたんですけど、好きって言ってくれた人も何人も何人もいたんですよ。だけどやっぱり自分自身の気持ちがないのにあのお付き合いしても逆に最終的に相手傷つけちゃったりするんで、あ、向こうは好きって言ってくれたけどチカラさんは好きになれなくて、はい、という経験もいっぱいありました。あ、だから4年間も全然お付き合いなしで。でも中途半端にそうやってなんか好きでもないのに、はい、とかしないっていうのはすごい素晴らしいですよね。それは絶対しなかったですね。だから遊んだこととかも全然ないですし、その分好きな人に重くなりすぎて、うん、でもそれが両思いだったけど片思いだと結局爆死するだけなんですよ。だからもう4年間もうこんな状態です。すごい優しいですね。なんかちゃんとしてますね。あ、ありがとうございます。でも本当に好きな人が喜んでくれることは本当に好きなんですよ、うん、もうプレゼントするのも好きだし、うん、荷物持ったりするのも好きだし、なんかとりあえず喜びをせたい。他どんなこと、こういうことするよみたいな。他なんでしょうね、言われたら大体聞いちゃうかも。ああ、これやってとか言われたら、はい、そうですね、結構好きだったら言いなりになっちゃうところありますね。あ、そうなんですね。あ、でも私も結構言いなりになっちゃうところあります。だからすごいわかります。もしそこで言いなりになるときに、そこもさっき思ったんですけど、それも多分両思いだったら多分言いなりでも幸せだと思うんですよ。あ、そうです、そうです、うん。ただそこで相手がちょっとその、はい、その思いをいいように使ってるだけだと、あの片方しか幸せになれない気がするんですよ。あ、そうなんですよ。なんか付き合ってて両思いのはずなのに、はい、やっぱり私の方が好きな気持ちが大きいと相手より、はい、したらなんかいいようにされてる気持ちにだんだんなってきちゃうっていうか、最初はなんか好きだからいいなりだけど、はい、みたいな感じです。これはそうですね。だから お互い好きだったかもしれないけど、その思いの重さが違ったっていうことかもしれないです。あ、そうかもしれないです。で、それで、まあ、自分なんかあの思いを逆に拒絶されたりしたこともあるんですけど、はい、拒絶された人っていうのは逆に誠実だったのかもしれないんですよ。拒絶された人が、あ、つまり自分があの好きな思いをぶつけて、はい、あの好きな人に拒絶されたことがあるんですけど、はい、逆に拒絶してくれたってところが誠実だから拒絶してくれたのかもしれないという。あ、その気持ちをもてあそんだりしないで、もうダメなものはダメって、うん、それがでも人によってはその好きでいてくれてるから そこをうまく使えるかなと思う人もいるかもしれないじゃないですか。確かにそうですね。まあ人によると思いますけど、
だからやっぱりもうお互い気持ちが重なってることが大事だと思いますよ。確かにそうですね、はい、すごい勉強になります、うん、ありがとうございます。すごい考え方が素敵ですね。いえいえ、自分もまあ、過去にいろいろ失敗してきて、ちょっと失敗からちょっと学ばないとダメだなと、自分も、まあ、実際のところに自分が相手を喜ばせたいって一心で一人親なことがいっぱいありましたからね。いや絶対その喜ばせたいって気持ちは伝わってると思います。ありがとうございます。まあ、人生そのうちいいこともあるかなと。そうですね。実際どうですか、今日一日桃田チカラという人物に会いまして。あ、すごいまっすぐで、すごい優しい人だなって、というのは伝わったと。はい、なるほど。まあ実際どうですか、男としての桃田チカラというのは見れるのか見れないかでいうと。まだちょっとまだ今日初日なんで、ちょっとまだ分かんないんですけど、はい、あ、なるほど。でもすごい男らしさはすごいあるなと思って、でも桃田さんが、はい、私にあんま興味ないですよね。うーん、なんか全然私のことを聞いてこなかったので。なるほど。だからそういう感じはしました、ま、じゃあ次回はもうちょっとその辺も聞いてきてほしいし、まあ、まだお互い分かり合えないところがあるといった。あ、そうですね、まだ全然分かんないところがなるほどありますね。じゃあ次お会いしたいかどうかでいうとどうですか。あ、はいはい、ま、そうですね、機会があれば。機会があれば、はい、分かりました。いや、すみません、本日はお忙しい中ありがとうございました。